どうもナオチンです。さあ今日も刀剣乱舞無双やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は三日月宗近を使ってボスラッシュやっていきたいと思います。ちなみにラスボス以外を倒していきます。ちょっとねラスボスはまだ出さないようにしようと思いますのでよろしくお願いします。まずはこのカブトムシから。ちなみに難易度は難しいですね。もう全能力解放してるので難しいじゃないと楽勝すぎて、あくびが出るぐらいになってしまいますので、難しいでも余裕なんだよな。難しいでも、もう一つ上のね難易度が出てきてくれればいいんですけども、今のところまだないですね。隙が出たら固有技を入れていきましょうか。固有技がねダメージが結構あるけども隙が大きいんですよね。隙が少ないキャラクターもいるんだけども三日月はそうでもないので、よし危ねえ、これでおしまいですね。次いきます。では次はスズムシいきます。あ、ザコがこう出てきたんだ。ザコが出てきたってことはあれか、範囲攻撃でやっていった方が正解かな。結構降りてこないからそこがちょっと鬱陶しい感じですかね。あいつ力を貯めてる。大技でも打ってくるつもりか。ここは一度今近づくのは危険だ。距離を取った方が、距離取った方がいいんだね。そうかそうか、オッケーオッケー。でこれ2回目ぐらいが確か潰せる、ま、あここだね。でもここで潰していけるんだ。あ最後の一発当たってない。もういいや。いやダメージがえぐい。いや本当はね多分ここまでダメージを与えれないんだろうけどね、実際のところ。おお、よし OK。 まずい。僕らが負けるわけない。こいつちょっと行くから先倒しとくか。伊達の刀の力知らせてやろうぜ。最初から無双技がゲージ溜まってる状態にすればよかったな。そういうアイテムがあるんですよね、装備品が。気をつけろ、またでかいのが来ると。いや、いけるな。いや、無理か。攻め時だね。いけたと思ったんだけどな、ちょっと削りきれませんでしたね。次ダンゴムシですね。こいつが一番簡単なような気もするんだけどね。動き回ってればまず当たることもないし、隙もありまくりなんで分かりやすい敵ですよね。逃げ回ればまあまあまあ危ないとしても回避でなんとかなってるんで危ない。できれば、あ、次はちょっと無双技最初からマックスになるアイテムでいきましょうか。いやいいか、そんなことしなくても全然いけるな。はい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 、あれね壁に打ち当てるやつね、確か。はい、OK。 簡単にぶち当たる。よし OK。 でこうなったらばもちろんこういう技で減りすぎ。これ簡単だったら多分今ので終わってるんだよね。難しいですらもうこれだからね。帰るぜ。ああ分かった、
俺たちには本丸で主の帰りを待つという使命があるからな。よし、倒しましょう。おいおい、あいつ相当怒ってるぞ。確かに。ああ、これね。奴とここまで渡り合えたかどうか。特に問題にもならないな。行くぞ、おかげ。奴をねじ伏せる。奴から離れるぞ。間合いを広く取った方が良さそうだ。難しい。だからやっぱり若干硬い。でも攻撃はまあまあまあなることはないかな。そろそろまた突進攻撃になるでしょう。この後かな。来た。続きましょう。来るか。あ、来た来た来た。これでおしまいっすね。終わらせましょう。よし、はい、転ばせてやろうぜ。転んだ。終わりだ。次は、源氏ボタルですね。まずは三成から倒した方がいいのかな。あ、多分そうだな。まずは少しこいつから打ち上げてからの終わりだ。私はそのために生きている。そうか、降りてこないのか。下ろしてからがチャンスになるから、それまでは打ち上げでダメージを与えてればいいのか。オッケー。お戦い方はもう分かってるね。最後の方になんかちょっとイレギュラーな動きがあったような気もするんだけども、まあなんとかなるか。オッケー。基本ずっと打ち上げで攻めていっていいのか。いいよね。来た。虫の攻撃がいい。こっからが、あ、離れろ。あー、はいはいはい。これ落ちた時に襲撃すればダウンが取れるのか。はいはいはい、わかりやす。うん、すごいダメージだ。当たってない。もったいない。今の入りはね、結構ダメージいけたと思ったんだけど。 OK、 あと1回下に落としてしまえば終わりかな。そうかそうか、これね。 OK、 むしろ下で叩き寄ったら大丈夫だな。うん、下で叩いてればついでにあれも壊せるんで大丈夫だ。危ねえ。おぉ、クラッシュもすごい大したことないけどね。 OK、 危な。最後無双技がたまりそうだね。あ、最後たまる。うん、気をつけよ。オッケー。少し本気を出す。これでおしまいでしょう。これでどうだ。ちょっと上にずっといるから面倒だけど、まあ、打ち上げが強いキャラクターだったら余裕かな。ではラスト8倒していきましょう。俺たちにできることは動きがすげえ早いか。しまいた。あの虫を倒すことだけだ。ん、ああ、攻撃の時に若干の隙ができる感じ。再開を果たすために基本的にはホタルと一緒だな。攻撃をした後に結構後ろに下がっていくんで、しまいた、これについていく感じで。
加えていけば、うわあ当たらないか。基本後ろ取ってれば良さそうな感じだね。 OK。 おい、簡単に落とせるな。地面に落ちた。 OK。 いや、簡単に落とせすぎでしょう。キャンセル2回入れる。ああ、まあまあ十分ダメージはいけるな。ザコ召喚、ああザコいっぱい出てきてくれるんならそれで技が食べれそうでいいよね。よし、注意攻撃である程度やれるか。ちょっとは HP もありそうだね。いやでも全然だわ。やっぱりね、問題は強くなりすぎてるっていうところにあるな。多分こういう受けはしないけども、プラスだとしてもそう大したことないですよね。いけるぞ。あ、これうまいこと避けるな。高火力技はうまく避けてくるやつ、ちょっとめんどくさいけど、基本打ち上げでいけるな。三日月が強いだけだけどね。三日月の打ち上げ技がほんと強いんで、こいつ限定っていうところもありそうですけども、余裕、あー、これが最終形態ね。無双技が確かたまりそうなんだ。あ、もうたまってるやん。少し本気を出す。でも倒せはしないか。周りの雑魚は一掃できそうだけど。これでどうだ？どうだ？悪いが俺も譲れんよ。調査は終わるはずだが。うまいこと逃げた。気がかりだ。みんな騒ぎだす。うまいことなんか逃げた感じ。ああ。後ろに下がるね。強敵だけは人生だ。よし、無双技中に敵が逃げるなんてなかなかないんだけど、こいつだけちょっと特別か。終わり。よし、とりあえずザコは全部いきましたね。基本打ち上げのみで。逃げるな。これでは続けて攻撃が続きます。逃げまくるな。でも終わった。はい、ということで今日は三日月宗近を使ってボスラッシュやってみました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。